うっす。おはようございます。うっす。いや、寝れなかったっすよ昨日。ん、寝れなかった。楽しみすぎて。ああ、まだ1台買うんですね。ロールスロイス乗ってロールスロイス買いに行きましょう。これどれだ、俺の車。あー、あった、14番きた。はい、あ、はい、かっけー。え、あれ、そう、どうもいらっしゃいませ。お世話になります。お世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。かっこよすぎる。わー、いやー、これが今日から俺の車になるのか。わー、真っ白。何これ、動くんですかこれ。動きますよ。おもちゃ見て。おもちゃ。あ、お世話になってます。あの、社長です。あ、お邪魔して、そうと申します。すいません。いや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 、本当にもう最高の、もうあれ仕上がりですか。はい。うわ、鍵これですか。あ、そうっすよ、クラシックカーですか。うわー、すごい。もうキーレスゴーとかじゃないのよ、もう古典的なクラシックカー。1967年から作ってるんで、当時はこれだった。これ整備してくれた方が、あの、天皇陛下の方と一緒なんですよね。ああ、そうそう、これです、これです。これをこの時に整備した人と、これ整備した人が一緒っていう。 おいくつですか、逆に整備してから。84歳になったかな。ああ、整備、84歳の職人が整備しても見てみたいですね。整備してくれたんですよ。全然今の若い人よりやってると、ものすごいですよ。ちょっと開けたところも見たいですね。隣座っていいですか。まず開ける時のコツはすごく簡単で、うん、このボタンだけです、うん、こう、こう開けだけ。でポンって押し上げてあげるといい。アシストしてあげるんだ、うん、閉める時は、閉める時がこうちょっと押さえる。そうそう、最初ドンってやると手が痛いじゃないですか、はいはい、これをだんだんふわさって止めるようになります。ちょっとやってみてください。動きますよね。はいはいはい。で、この辺でまあちょっと一回緩める。うわ、なるほどね。手が痛くならないように。ドンとやると手が悪い。で、で閉める。これだ。一回やってみていいですか。ちょっと一回じゃあ。よいしょ。閉め方もやっぱこの辺からね。これぐらい。そうそう。で、外す。外す。で、アシストがで、上がり始めたら ここ押さえちゃダメですよ。ここだけです。ここ、はい、で、ポンって上げる。ポン、軽くポンって。あー、なんとなくは分かります。ここのところに一番モーターのテンションがかかるんで、はいはい、ポンってこう、トンと上げる。で、はい、下げるときがこれポイントなんですよね。いきますよ、じゃあ。あ、そこ押さえた。あー、ここ押さえた。ここだ。フォローがやばい。あ、やばいやばい、そうだ。ここだ。これ何回かちょっとやらないとうまくなる。ほんでこうなっちゃってるじゃないですか。はいはいはい、ほんとだ。じゃあもう一回上げなきゃダメ、うん、で、そのうちファッサンってこう。うわー、慣れるまで時間かかりそうだな。で、エンジンが真ん中がオフですね。右に一回回しますよね。はい、で、ここで1、2、3で回す。あれ、かかった。かかってます。で、これ待つ理由っていうのが、でかい車なんで後ろにガソリンタンクあるんですけど、はい、オンにしたらガソリンがやっとテケ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 ってやってくるんで、ああああ、すぐかけるとそこにガソリンいないんで、時間ケル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 ってかかりがあるんです。ああ、なんで待ってあげると、ガソリン向こうにやってからやる。クラシックカーはみんなそうなんですけど、ああ、で、冬場とか仮に寒いとかかりは悪いんですけど、それをアクセルで煽っちゃっても大丈夫です。わかりました。大きなコツはもうそんだけで。結構じゃあそんなに、あ、もう全然気使うことないです。他の車もちょっといいですか、見させて。いろいろ見てみる。これテーマパックに置いてあるやつじゃないですか、これ本当に。これ1933年。33年。戦前じゃん。ちょっとこれ乗ってみるだけで大丈夫ですか。大丈夫です。開け方が分かんないもん、もう。逆ドアです。コーチドアなんですね、ちゃんとね。もう忙しい。ちょっと蹴らないように。うわ、これすげえ。クラクションあるんですかこれ。クラクションあるし、これ、あの、
あれでもあれが ウィンカーがない。ウィンカーどこだ。どこだ。これだこれだ。これ、うん？これでどうやってやるんですか？あの全枚仕掛けでカチッとやると戻ってくる。カチンって。え、これクラクションですか？クラクション。え、これクラクション？いいでしょ。上品ですね。なんかね。こんな車に乗ってたら人煽ろうなんて多分1ミリも思わないんでしょうね。あの天皇陛下が乗ってたやつも見たいです。これも天皇陛下持ってるんですよ、同じの。あ、そうなんだ。これしかも売約済みということは買った方がいらっしゃるということですか。はい、人気あるんです。ベストはするっていう案もあるんだけど。後ろあ、乗ってるんですよ。後ろがすごい。うわー、待って、これ絨毯、これマット。お邪魔します。どうぞ。うわー、これで出勤してーなー。これが陛下の目線だってやつです。うわー、これが、いや、すごいわ。通訳これです。通訳、通訳用の、だから女王と陛下が座ったら各種通訳が座る、もしくは師匠の人が、今となってはオットマンですよ。なるほど。足置きです。もう子供が座ると横に座らないですね。もうここに座って、そう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 、一段下がったところにこっち。なるほど。そうなんだ。やっぱ同じ目線には並べないんだな。並べないですね、さすがにね。運転席ともこんな差がありますからね。あ、確かに。かかってるんだ。全然今のファントムって多分その平行なんですよ。そうですよね。だからそのこっちの方が偉くなった気持ちがします。なるほど。で裏にもっとね、なんかもうすごいのがあります。すごいなあ。ちょっと待って、パターある。でもファン、え、一番古いのどれでしたっけ。これがですね、これが天皇陛下が乗ってた。これが陛下、1920年の天皇陛下ご両者のシルバーゴーストのグリルそのもの。そのものらしいです。昔これ実物、実際に天皇陛下が乗られてた。ちょっと頭とか撫でちゃったりとかして。いやー、なんか緊張しますね。緊張するはずですよ。あのクラシックカーに初めて乗る感覚ですよ。はい、では安全運転で行きます。気をつけて。はい。うわー、緊張する。わー、おー、危ない。いいですか。はい、行ってきます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。わあ、すげえ。ありがとうございました。ありがとうございます。てか普通にめっちゃ緊張してます。めちゃ緊張してます。事故らないよね。ほんとね。はい。超ゆっくり行っていいですか。いや、ゆっくり行きましょう。命大事なんで。え、どういう流れでこれ買おうってなったんですか。これは、うん、僕、愛車遍歴っていう番組に出たんですよ。ああ、はいはいはい。その時に、うん、僕はクラシックカー好きっていう話を、まあ、番組スタッフさんがしててくれて、で、ローランドが気に入りそうな車ってことでこれ1台選んでくれて、で乗って、もう見た瞬間にちょっと一目惚れしちゃって、かっこよすぎて。あ、番組でね。そう。あ、でもうその時にもうこれ買いますって話して。やってくれてる。これで箱根とか女の子のドライブ行きてえな。いや、でもこれ目立ちすぎるから女の子が乗りたがるんですかね。これもともと車買った理由モテたくてなんですけど、最終的になんかあんまモテない車が。女の子に一番モテる車って何なんですかね。多分ポルシェのカイエンぐらいじゃないですかね。SUV ね、うん、多分なんかジープみたいなベンツのあれもちょっとね、渋すぎるから。あ、ゲレンデ、うん、ゲレンデもじゃなくて、なんか普通にベンツの E クラスとか。あ、はいはいはい、うん、なんか女子会した後にその迎えに来る彼氏の車が、あ、まあ E クラスぐらいが一番無難ですよね。なんかコーニッシュコーニッシュはちょっとね、来ないでになる絶対に。多分だって前クラシックのジャガー乗ってたじゃないですか。娘さん
そうなの、確かに都内で言ってたでしょ。外の駐車場なんですよ、うん、で嫁が子供に早く乗れ早く乗れって言うんですよ乗られるシーン見られたくないから、まるでうちらと関係ない車ふりをするんですよ嫁が。あれいい車だったな、あれいい車だよね、ほんとに。歌舞伎行ってみます？あ？歌舞伎行ってみます？歌舞伎ちゃん待ってみたい？ああ自己顕示欲強めなんだ。マジ俺の持論なんですけど、うん、運転の練習するんだったら、ええ、歌舞伎町運転するのが一番早い。あ車体感覚つかむみたいな。なるほどね。はいはい。特にあの区役所ね。あ金曜日の区役所。なるほど。最高の練習なんですよ。俺思うんですけど、こういうなんかトラックとか走らせるぐらいだったら、かっこいい車1台走らした方が全然宣伝になる。現役時代からもそう思ってたんで、だから俺後ろに名前とか入れてたじゃないですか。あれも宣伝広告も兼ねてたから。めっちゃダサかったっすね。わあめっちゃ見られてる。もう恥ずかしい。やっぱここ通りだ。三丁目の道？そう。こっちの方が一般層がいるから、やっぱ一般人につながるから。ああ。じゃあ一般人からの？からの？歌舞伎場？業界人？ここが最高の宣伝のなあの流れですね。まあこういうね路中ね。あるあるなんだけど。こっち座ってる人とかね。ああそうそう、ギリギリこれ俺行く自信ねえわ、さすがに嫌だ。全然行けるんじゃない？行ける？本当？行ってもらおう。ここで顔だけ出しといて。行けたか？全然。いや衝突センサーないからさ。ああなるほど、ピッピッピッピがないわけだ。そう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 。結構スパルタじゃないですか。ああなんかあんまりいないですね。金曜日なんでこんなにいないんだろう。やっぱ不景気なんですかね。やっぱり皆さん道を開けてくれてるんですかね。ああかもしんない。俺の納車の日ってみんな知ってるうわ酔っ払いじゃない、そんなことないよね。来い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 。うわでも一番ヤバかった時よりは全然あれだな、マシだな。歌舞伎町思ったより普通だったな。そうですね、トラックだし、はい。これで、あれどうやってやったっけ。え、忘れました、うん、まず、ウィンドウを全部一気に開けたらシューズが飛ぶって言ってたから、まずこっち、そっちで、これをどうするんだっけ。こうだよ。怖っ。おお、おお、え、ダメだ、ミスった。いや、めっちゃ怖い。これ、難しいぞ。付き合っていけるかな。